皆さんごきげんよう、オーディオファミリーです。今回なんですけども、はい、年明け一発目の動画撮影ということなので、そうですね、はいはいはい、なんですけど、はい、ローズ、はい、ハイファイローズ RA180、ね、はい、でトラウさんのこのプリもあるんですけど、そうですね、こちらも、うん、エボリューションプリですね、エボリューションプリですね、はい、まあ、デモ機で、ね、お借りしてまして、はい、でもう一個ね、エポス、エポス、ね、はい、これは、ES14N ですね、 ES14N、 はい、ね、はい、これお借りしてます、はい、ということなんですけども、ちょっと、ね、時間の関係上、はい、もうメーカーさん引き取りに来ると思うんで、はい、今回ねローズとエポス、はい、これダブルで、そうですね、ちょっと行っちゃいます、はい、せっかく一緒にあるってことで、うん、はい、ただこれバイアンプ駆動が売りなんかな、あ、そうです、とかいろいろこの後ろに端子がいっぱいあるんですよ、多機能なんですけども、今回はちょっとね、はいはい、エポスがね、はい、バイアンプスピーカーでもないんで、そうです、今はシングルでやってますけど、うん、ね、ちょっとね、はい、こういう感じでは今回、まあ、アンプが 4台入ってることになるんですよね、うんうんうん、結局ステレオのアンプが、うんうん、ね、ちょっとね、こんな感じになりますけれども、そうですね、まあまあ、はい、ちょっと時間の関係上、ね、ちょっと抱き合わせでレビューをしたい、ね、いこうかなと思います、はいはい、じゃあ1曲聴いて、そうですね、せっかくなんで聴いていただいて、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。あ、ちょっとまずでレビンソンのね、 CD プレイヤーはレビンソンでいきます。あ、はい、うん、このレビンソンのプレイヤーで再生します、はい、よろしくお願いします。Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one. I know that you've got your reasons.These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy, 'cause she'll beat you if she's able. The queen of hearts is always your best bet.Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can get. Desperado, oh, you ain't getting any younger.Your pain and your hunger, they're driving you home. Freedom, oh freedom, that's just some people talking. Your prison is walking through this world alone.Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny?
Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above. You'd better let somebody love you. You'd better let somebody love you before it's too late. はい、ということで聞いていただきましたね。どうです？そうですね、僕結構見た目好きで、ね、そうですね、まあ見た目からいくと本当にめかめかしいですよ ね。こういうところもこうやって歯車でこうやってボリューム、好き嫌いはあると思うんですけども、まあね、はい、僕はわりかし好きかな、はい、まあ、今時のアンプじゃ珍しいこのバランスのこういうつまみが、うんうんうん、左右の音圧をちょっとこう変えれるっていう、うん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 、これはあるとめちゃくちゃ便利なんですよ ね。 そうよね、左右対称の部屋ってやっぱなかなかないんで、うんうんうん、そういう時にこうやってこういう機能があるとすごい助かります、うん、あとこ の、 あの音質をちょっと変えれるつまみですよね、うんうんうん、これでもすごくあれなんで、そうよね、はい、で今これはスイッチ入ってないんですけど、ここ入れると、うんうん、ここが光るとこうやって効く状態だよっていう感じで、いや、いらないときはこれ切っちゃえば、うんうん、あのスルーになるらしいんで、うんうん、はい、多機能ですね。多機能です、すごく多機能です。でこういうメーターとかもすごくいいですよね、うんうん、はい、でこれちょっと変わってて、うん、普通こういうメーターって、うん、このボリュームに応じて触れ方変わるんですけど、これはあの出力されたやつに対して動くんで、うん、あのこのプレイヤーとかから入って、うんうんうん、なんで変な話、これボリュームがゼロでも、うん、プレイヤーが動いてたらここ動いちゃうんですよね。入力だけの入力に関しての、うんうん、あのメーターなんで、はい、ここと連動はしてません。でもまあ見た目的にいつもなんかね、レッドゾーン行ったりするし、はい、あれと思いながら見とってたんですけど、はい、これはまあそういう入力のあれですね、うん、はい、こことはまあ連動してないんですけど、まあ、あるとまあ見た目もいいですよね、うんうんうん、まあ、本当いろいろ触るところがあってあれなんですよ、うん、これ見比べたもんね。そうです、MM と、あの MM と MC がのものがこちらに入ってるんで、こちらでそういう、あ、なるほどね、あのレコード用、レコード用ですね、あのいろいろ使えるらしいんで、うん、はい、あの昔からのオーディオファンの方とかは、うん、なんか懐かしく思われるような、あの機能らしいですよ、はい、まあ、僕とかになっちゃうとあんまちょっとあんま馴染みはない感じなんですけど、そうよね、あのその昔からの本当に昔からやられてるキャリアの長い人たちがこういうのを見るとおって言われるらしいです。これ何だったっけ、それ何だったかな、ちょっとすいません忘れちゃいましたね。本当になんかね、はい、多機能なんですよ。そうなんですよ、ここ調光もあって、ディマー、ね、はい、タイマーがディマーか、こうこれも、うん、ここのなんか触った感じもなんかメカっぽいですよ、うん、動きの動きが、はい、ね、はい、いいよね、いいです、うんうん、なんかサブソニック、はい、そうですね、まあ本当に多機能なんです、はい、アッテネーター、はい、アッテネーターオフで、オフやった時大丈夫かな。これがあれか、クロスオーバーかなんかの、あ、なんですかね、なんか変えた時、まあ、僕ちょっと時間がなくて、うん、あの正直細かく目は覚えきれんよね、目は通せてないっていうのがあれなんで、お恥ずかしいんですけど、う
ただこれね、すごい追い込んだらすごいことすごいと思います。遊ぶ部分っていうか触れる部分が多いんで、ね、そうだね、はい、それでまあ、 あのデジタルランプなんで出力の方も結構出てますしね、大きいんですよ結構。いやこれ僕ね、いろいろ見とったらね、すごいなんかね、多機能なんで追い込んだらね、もっと面白いんじゃないかなと思いましたね。ね、バイアンプも簡単にできちゃいますからね。で、はい、ブリッジもできるし、ね、ブリッジもできます。なんで本当に多機能なんですよね。ね、まあまあこれと、はい、今回エポスの、ね、あ、そうですね、エポスですね。これはタクトシトックさんがまあ扱ってるスピーカーなんですけど、うん、ネット外してみようか。で僕ね、開封動画でちょっと言っとったんですけど、はい、後ろの、ね、あのスピーカーの、ね、ああ ここですね、ここをちょっと僕 ね勘違いしとって、はい、直接やとバナナいけるんですよね、はい、そうですね、これつけない状態だったら、まあ、穴が開いた状態なんで直接入れれますね。暗いんですけど、はい、バナナでいける、はい、でね、そういったかましもんしたら、はい、はい、通常のワイラグとか、はい、裸でね、はい、つけれるって感じで、うん、ね、はい、こういったなんか接点が減った方がいいっていうことで、まあまあ そうですね、はい、こういうことになっとるらしいですね、うん、はい、あとまあね、これのセンターのこのね、あ、そうですね、ここはね、はい、ちょっとあんま見たことないような感じで、はい、ね、うん、でスタンドは、はい、専用スタンドで固定して、はい、ね、この角度とかもなんか本当に理由があって角度ついてるらしいですよ、うん、まあ、カールハインツ、カールハインツ、カールハインツフィンクさんですね、あのフィンクチームのね、フィンクチームのあの、あのキームですね、キームと、うん、このキームの上にボーグかな、うん、ボーグっていうやつがあって、うん、はい、でまあ、あのこれはまあそのフィンクチームのスピーカーではないんですけど、うんうんうん、あのエポスっていうあのスピーカーなんですけど、うん、これをなんかプロデュースっていうか設計したのがその、うん、あのフィンクさんなんで、あの聞いた感じは本当にあの、うん、これ雑誌とか、まあ、いろんなところで言われてるんですけど、うん、あのこのフィンクチームのこのキームの、うん、あの弟分みたいな感じでよく言われてるんですけど、実際聞いてみると、あ、確かになんか、うん、そうね、そういうような雰囲気はすごくしました、ね、あの全く一緒ではないんですよ、全く一緒ではないんですけど、うんうんうん、かなり似たような雰囲気で鳴るスピーカーだなっていう、うん、でなんか価格の方も、うん、あのキームから見ると半額以下なんで、そうですね、そうですね、あ、半額以下でこの雰囲気が味わえるんだったら、うんうんうん、あ、これはありなんじゃないかなっていう感じでした、うんうん、個人的に、うんうん、はい、それであのまあ、キームっていうかあれと、まあ、あれの話ばっか出ちゃうんですけど、うん、あれは中に吸音材が入ってないんですよ、うん、ゼロなんですけど、でこちらも、うん、あのゼロではないんですけど、うん、あの極力もうギリギリっていうか、うん、ほとんど入ってないらしいんですよ。なんでそういうところからもなんか似てるのかなっていう、あれちょっと入ってなかった、あれ気持ち、あれなんか入ってるんでしたっけ、入っとらんって聞いたけど、なんか気持ちなんかどっかに何かあったり気する記憶が定かじゃないですけど、まあもともと入っとらんって聞いとったんですけど、なんかのね、うん、内側の画像をどっかで見たような気がするんです。まあでもほとんど入っとらんような感じの、ね、うん、設計なんで、まあ、なんでまあかなりまあ本当に似た感じですね、うんうん、あの 2way ってところもまあ一緒ですし、うんうん、本当にどうでした、聞いた、この、まあ、この組み合わせなんですけど、はい、どうです、聞いた感じの印象は。いやもう本当に、うん、もう自然ですね、まあ、なんかありふれたことになっちゃいますけど、なんかあのいい意味で癖ないんで、うんうんうん、あのなんか私はこんな音なんだよっていう、うん、なんかそのなんていうかもう強烈な個性みたいなものが正直そこまでないスピーカーなんですけど、うんうんうん、その強烈な個性がないのが逆にこのスピーカーの個性なのかなみたいな印象を受けましたね、うんうん、なんでどういう曲をかけても、うん、なんか本当にあのそつなくこなすというか、もともとね、あの僕らレビューしてる時フィンクでよくね、そうですね、フィンクよくっていう経緯は、はい、結局色がなくて個性がないから、はい、まあフラットな感じの、そうですね、レビューにするにしても
アンプとかプレイヤーとかそういうもののレビューするときにはすごくちょっとその分かりやすい分かりやすい見やすい感じっていうのでレビューでよく使ってたんですよ ね最初の方はね、はい、うんうん、まあ本当にいいスピーカーですよこれ。見た目より本当に低域とかの量感もすごいですし ね、 そうだね、最初ちょっとまあ本当に小さいんで、うん、あそこら辺はちょっとやっぱり苦手なのかなと思ったんですけど、うんうんうん、いやー、出ますね、結構出るんですよね、うん、出ます、出ます。クラシックみたいなあんな大編成のものをかけても結構なスケール感出ますし、うんうん、ジャズみたいなものをかけても結構本当に元気よくなってくれるし、ボーカルものなんかにしても結構定位感も良くて、うんうんうん、本当にこのつながりも本当に自然なんですよね、うんうん、この時間軸がなんか揃ってるっていうか、まあ、本当2ウェイなんですけど、うん、本当にもう自然に聞こえます、うんうん、どっかが引っ込んでどっかが早いとかそういう、うん、出過ぎてるとかそういうところもないんで、うん、まあさすがですよね。まあ本当、まあ、うん、あれです、なんか本当に面白いスピーカーですよ ね。スピーカーもまあアンプも、うん、まあ、抱き合わせで、ね、抱き合わせで、まあ、させていただいてますけど、うん、でまあ、まあこれもちょっとね追い込みたかったなと思います。まあそうですね、なんかね、はい、ほんといろんなことできそうな気はするんですけど、うん、まあ、はい、そこまでの持ち味を今回はね、うん、出せてないかもしれないですけど、はい、まあまあコレクターさんとか面白いんじゃないかな。そうですね、まあ本当に面白いですよ、うん、デザインとか、ね、うん、なんかまあ似たような似たようなっていうか、まあ、うん、すごく高いメーカーさんでこれっぽいのあるんですよ、うんうんうん、名倉っていうメーカーさんがあるんですけど、うんうんうん、まあ、とんでもなく高いんですけどね、うんうん、まあ、それはまあこれの半分ぐらいのサイズなんで、うん、サイズ感がこれはまあ半分でも倍以上値段するします。名倉さんは高いですね、うん、まともに音を聞いたことないしな。ああ、まあ、でもそういうような感じもあって、うん、まあ、本当に 見た目見ててもなんか楽しい感じですよね。まあ、好き嫌いね分かれるとは思うんですけど、はい、まあまあ、結構このメカっぽいの好きなんで僕個人的には結構好きですね。好きです、こういうなんか歯車みたいなとことか見えたりとか、うん、こういうメーターとかも本当に個人的に結構嬉しいポイントですよね、うんうん、まあ、多機能っていうところでね、はい、これ使いこなしたら相当化けるかもしれないですよね、はい、でまあ、この質感も結構高いんですよね。今ちょっとこれ上に機械が乗っかっちゃってるんで、ね、ちょっとここ見えないんですけど、うん、ここになんか放熱 の、 穴っていうか、うん、が開いてるんですけど、ね、そこのなんか作り込みとかも結構そうそう、ね、個人的にすごいなと思います。なかなか国産でここまでなんか攻めたものはやっぱ最近ないですもんね。国産とか、まあ、国産はね、やっぱりそういう外国製品というのはなんか本当に、うん、攻めとるね、攻めた感じしますよね。それはあるよね、はい、うん、韓国のメーカーさんなんですけど ね、 そうですね、はい、まあね、うん、お近くの販売ってあんまないかもしれんけど、はい、まあ聞けるから、まあ、一度聞いてみられるとああなるほどって思っていただけると思いますね、うんうん、そうですね、見た目以上に歯はありますから、うんうんうん、すごいですよ、駆動力も、うんうん、ちょっとかなり簡単な理由になっちゃいましたけどちょっと本当に、まあ、本当に火がなくて火がなくてギリギリで今ちょっと撮らせていただいてるんで、一人のあれもあって、はい、でこっちね、こっちも、はい、エボリューションプリの方もしたいと思ってるので、こちらも、うん、これまだ撮ってないんですよね、はい、そうなんですよ、これもちょっと撮ってあげないと、ね、あ、それでまあこれちょっとこのアンプとか喋るにあたって、うん、一応ちょっと勉強しようと思って、うん、YouTube の方でちょっと調べてたら、うんうん、このオーディオファミリーチャンネルがなんか上がってきて、うん、やりましたっけやってたんだって。いや僕はやってないんです。視聴会で僕はその場にはいたんですけど、そのレビューというか説明してくれてたのはそのメーカーさんがちゃんと説明していただけてるんで、
あの本当に興味があればそちら見ていただいた方が細かく詳しい、詳しいですよ。そんな細かく言ってました。言ってました。言われてました。これ覚えてないんやつ。言われてました。あ、なんで、あ、ちゃんとやってたなみたいな。あ、僕はそこにいたけど、うん、僕喋ってないんで多分感覚的に薄まってたのかなっていう。こう喋ってたらやったって多分思うんですけど、僕その場にはいたんですけど僕喋ってないんで、はい、そういう感じでしたね。はい。あのこれに関しては、はい、まあ、来たん覚えとるんですけど視聴会でだってお客さんとかいらっしゃってあの後ろで喋られてる声とか入ってますからね。そうか、はい、そうですか、うん、まあ、いろんな動画結構アップしとるんで、はい、そうですね、なんか、まあ、忘れることはありますよね。そうですね、こんがらがりますよね、うん、はい、まあ、そういうのもあって、まあ、久々に見たんですけど懐かしかったです。あ、うんうん、もうこんな前にこれやってたんだみたいな感じで、うんうん、はい、まあ、で今ね、ちょっと今日は2本撮りっていうことなんですけど、はい、これね、スピーカー今もう出とるかもしれないんですけど、はい、直したりね。あ、そうですね、もういろんなことやってたんで、これは今日大工さんちょっと疲れたんですね。ちょっと俺疲れてるよ。そうですね、豊さんずっとやられてましたね。これね、はい、こんな状態から、ね、最初はこういうあの剥がした状態ですよね。まあ、こう剥がすのもまあ大変、うん、そうそう、あれだったんですけど、まあ、それをここまで一応、まあ、これまだ保護シート貼ってあるんでちょっと、ね、あの光り方がちょっと不自然なんですけど、これ、まあ、あの乾いたら全部剥がして、そうそう、あのあれしようかな、傷やったんで、そうですよね、まあ、本当に結構ひどい状態でしたね、まあまあ、こちらに来た時は。でまたね、復活したさせようと思って。そうです、相当綺麗になりました。エッジも破れとったね、はい、確か。エッジも破れてました。なんで、まあ、今ここにあるんですけど、これはまあ全部張り替えした状態でここに置いてあるんですけど、張り替えして、はい、まあまあレストアになるよね。そうですね、はい、僕なりのレストアさせてもらいました。そうですね、まあ、お客さんもちょっといろいろ話はしてまして、はい、多分これ気に入ってもらえると思うんで、多分これは多分出ると売れるはずなんですけど、まあ、はい、できれば僕手かけたんで、そうですね、こんだけ手かけたんでちょっと寂しいですけどね。でもまあ次に大事にしてくれる方のところに行くっていうのはまたあれなんで、 そちらでまた元気よく、ね、あの音楽を奏でてくれるとまああれかなっていう感じで、うん、まあ、動画の方は前後すると思うんですけど、また、ね、はい、これからまた、まあ、次回動画ですね。まあ、いろんな順番テレコするんでね。そうですね、いろんなものがあって、ね、今、まあ、これも今からまたしようと思ってるんですけど、このあのロクさんのラジウス7にこの光カートリッジをつけた状態ですよね。これも まあまたちょっとやっていければいいかなって。あと一個教えてほしいのが、ロクさん使いの人、ロクさん使いの人おると思うんですけど、はい、これ1個で調整するじゃないですか、後ろのベイトだけで、はい、あのそうですね、深夜ラテラル、はい、深夜とラテラルはね、うん、そこはちょっと難しいですよね。ここ深夜を取るとラテル肩刈り変わるんですよね。変わるし、今度その肩刈り調整すると深夜狂うしっていう、そこをみんなどうやってやっとるのかなっていうので、そうですね、まあ、みんな工夫してやられてるっていう、本当僕ね、ここ多分オーリングかなんか入ってるのかね。そうですね、なんかゴムみたいな、なんかね、ちょこちょこってこんなにしたりやりながらほんで、まあ、一応ラテラルも取れて、ね、深圧はこれ16から18なんで、ね、まあ、17してあるんですよ、ちょうど中間で、はいはい、これ結構ラテラルも結構来とるんですよ。あの先ほどもいろいろ聞かせてもらってましたけど、綺麗、うんうんうん、に進みますからね。そうそう、ほんでね、あの、うん、インサイドもこれ今、刻み入っとるんですけど、はい、メモリ、はい、ちょっとずらしてあるんですよね。そうです、そうですね、そうです。じゃないとインサイド来ないんで、そうですね、あの止まらないんですよ、ね、止まらないんですよ。今ピタッと静止しますから、ね、まあ、どこで落としてる、素晴らしいです。そこそこ止まるんで、もう豊さんは、まあ、これに関してはもう結構もうそこそこ俺やってきとる、もうなんか好きになったんじゃないですか。それで結構ね、はい、光との組み合わせが僕いいと思います。そうですね、まあ、なかなか面白い音がするんで、うん、はい、結構あの案外これ聞いたことない人多くて、うん、来られて聞かれると皆さん結構感動されますもんね、うん、この光カートリッジって、そうなんで、みんななんか存在は知ってるけど真面目に聞いたことがないみたいな感じで、そうそうそう、これ展示してよかったですよ。あ、これ本当に池田君のおかげで来たいっていうから、はい、わかりました、まあ、ありがたいですよ、なんか入れていただいて、なんか、まあね、まあ、一番安いモデルなんですけど、まあ、まあ、でも素晴らしいですよ。
光カートリッジってこういう音なんだっていうのはもう存分に味わえるものですから、うんうん、最近調子いいのこれね、めちゃくちゃ調子いいですよ。こっちのレビューの話からちょっとだいぶずれるんですけど音のその歪みっていうか、あれですね、回転村ですね。あと回転村が、はい、これセンターこれ外したら、はい、センターとオイル入ってますよね。オイルその時空系のところに、そうそうそう、はい、最初ねそんな使ってないのに月1ぐらいで、うん、音が、ね、歪むんですよね。そうですね、おかしいな、おかしいな。あとそのピアノ の音のピッチみたいなものも、うん、なんかちょっとおかしくなったりしてたんですけど、最近ならないんです。そうなんですよ、ちょっと馴染んできたのかもしれないですね。馴染みがあるならしでもないですけど、そう、はい、まあ非常にそれとラテラルかもしれない、まあ、アナログはいろんな要素が組み合わさって音が出てるんで、うん、あれなんですよね、うん、なんかどっか一つとかじゃなくて、うん、全体のバランスっていうか調和でなってるんで、うんうん、本当に、まあ、そこがアナログのちょっとでも最近自信がついてきました、これに関しては早いですもん、調整もパッパッパッとされてますもんね。もうこのちょっと難しいところとかちょっと間違いとって、この光がね16から、ね、18やったんですけど、なんかしなきゃ俺 18.5 に合わせちゃって 0.5 ちょっと振圧重くしちゃったんですよ。でまあね、中間通っていうので、まあ、今はまあちゃんと取り直して完璧な状態なんですけど、この話はね、まだこれのレビューもしたいなっていうことで、まあまあ、これもまあやっていければいいかなしたんですけど、はい、まあ、今回はね、そうですね、まあ、話飛びましたけど、そうですね、まあ、本当にいろんなものをありがたいことにお借りさせていただいてるんで、そういうのをまあ少し一つずつそうやってやっていければいいかなっていう感じですね。ウッドホン、この前のどの発生のとの震災になりますけど、そうですね、ちょっとそれは残念だったんですけど、まあ、ところ直したいなって。そうですね、まあ、まだ木なんで直せる。そうですね、まだまあ僕個人的にもっとひどいことになるかなと思ったんですけど、そうそう、まああれでしたね、はい、まあ、震災でね今苦しんでおる方がすごいいらっしゃるんですけども、ね、はい、まあ、僕らできることって言ったら、まあね、本当に波動ってあると思うんで、うん、はい、まあ、僕らが元気になってその元気 その、ね、エネルギーを届ける、うん、まあ、目に見えんけども、はい、ね、お金で解決できることもいっぱいあるんで、はい、そういったエネルギーを出せればいいかなっていうので、うん、はい、まあ、皆さんね、視聴者の皆さんもそうやったけど、なんか元気玉じゃないけども、はい、そういったものをなんか、うん、ね、同じふうに悲観しとってもダメなんで、はい、僕らが楽しいことして元気な、はい、パワーを、はい、波動として送ってあげれば、はい、いいかなっていうふうに僕は思います、うん、はい、はい、また能登震災の方の方には本当にね、はい、何とも言えんような気持ちですけども、はい、うんうん、乗り越えるしかないんでね、そうですね、はい、はい、まあ、できることはやっていければなっていうふうに思いますので、はい、はい、また一つ、はい、まあ、寄付なり何でもねできることもあるし、そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、はい、まあ、今回こんな感じね、はい、あれちょっと話が転々としましたけど、そうですね、まあ、あっち行ったりこっち行ったりしちゃいましたけど、まあ、今回ね、はい、ローズとこの RA180、はい、とエポスですね、の方、まあ、ちょっと簡単な感じになっちゃいましたけど、はい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 、じゃあまた、はい、引き続きこれはね、あ、そうですね、またやりましょうね、はい、こちらをまた、はい、していくんで、はい、またよろしくお願いします、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。